どうぞ。失礼します。失礼します。したいな。お願いします。そうですね、就活 YouTube チャンネルやって3年以上経ってるんで、就活といえば僕みたいなところあるので、正直負ける気しないですね。ぶっ潰す。そうですね、まあご存知だと思うんですけど、東京大学理科3類、それ自体が僕の PR というか、今回自分で喋る必要あるのかなと思ってるんですけど、やらなきゃいけないということだったんで、ちょっとだけ喋ろうかなって、そんな感じです。自己 PR、夢、愛、希望、オーソリティ、そんな感じです。企画は東大生 YouTuber ベテランチと旬による自己 PR 対決。すごい成績部門、イラスト部門、ご紹介部門の3つの部門で自己 PR を行います。審査員である南さんがより優れていると思った自己 PR に1ポイントが入ります。まず最初はすごい成績部門。一体どんな形式になるのでしょうか。今まで皆さんが生きてきた中で取ったすごい成績、その自己 PR というものを話してください。旬さんからお願いします。はい、僕が今までで取った成績の中で今回アピールしたいところとしては、小学5年生の時に取った漢字検定2級の成績です。なぜアピールしたいかと言いますと、小学5年生の時にもともと目立ちたがり屋っていうところと、でも自分に自信がなかったっていうところで、とにかく何者かになりたかったんですよね。その中で漢字検定というものに出会いまして、3級までは取ってる人がいたんですけど、準2級は取ってる人いなかったので、コツコツ勉強して2回目で合格することができました。でその経験を通じて諦めずにやり続けることの大切さと、ちっちゃい成功体験が積めたので、漢字検定2級が今回お話ししたいなと思ってました。ありがとうございます。続きまして、ベテランチさん、よろしくお願いします。はい、僕、東京大学理科3類に受かって、今、医学部に在籍してるんですけど、ただ合格したっていうところじゃなくて、僕、一浪して受かってるんですけど、現役の時、浪人の時のセンター2次試験、全部自己ベスト出してまして、受験勉強始めるのが遅かったんですけど、高3の短い時間で、難しかった時、簡単だった時とか、自分の出来がいい時、良くない時みたいな感じで、細かく分割して、シミュレーションができてたので、結果的に自分の高いパフォーマンスを出すことができたっていうところで、準備を整えて、自分の高いパフォーマンスを出すことができたっていう意味で、偶然じゃなく、受かったっていうところが、自分の強みかなと思ってます。ありがとうございます。圧倒的にベテランチの実績が優れているように思える対決だったが、それぞれの自信のほどはいかに。会社業だと思ってますね。人から重視の会社だったら多分僕の方がベテランチさんより愛嬌というかはあるのでいいかなと思いつつ、目標達成とか最短距離で言うと厳しいかなと思ったりもしてますけど、自信はあります。僕はちょっとうまくできなかったので不安です大丈夫かなという感じです。はい、ありがとうございますでは厳正なる審査の結果、はい、ベテランチさんです。よーし。切り口次第によるなとすごく思っていまして、お題がすごい成績部門でございましたので、もう圧倒的な実績を出しているベテランチさんはもう100対0で勝利というで、ございます。まずしゅんさんのいいところを順番に、自分の恥ずかしい面を堂々と開示すること。世の中に完璧なものってないんですね。みんなどこか強みと弱みがあって当然なんですよ、はい、で完璧な人間っていうのは存在しないので、弱みとかがありません。それ嘘なんです。なんでそうやって自己開示をして、自分にはこういう悪い面もあるけどどうですかっていうプレゼンテーションすると人がついてくるんですよね。人を引きつける力っていうのはしゅんさんすごくあるなと思ったので、ありがとうございます。すごくいいなというふうに思いました。表情もですね、常に明るく元気に話しており、人をポジティブにさせるような表情でございましたので、例えば後輩との部下とかがついていきたくなるような表情と喋り方だったなと思っています。いや、僕は違ったってことですか。ちょっとフィードバックでさせていただきます僕には後輩がついてこない最絶点は小学校5年生の漢検準2級、結構すごいと思うんですけど、失速感がやっぱあって小学校5年生時点でそれだと論理的に言うと、高校3年生で準1級とか1級とか取ってると、おわマジですげえじゃんと思うんですけど、ちょうどその時点があれピークだったみたいな、なんかその以降の失速具合結構ひどいなっていう。確かに飽きちゃったんですよね感じにそれでも含めて自己開示して、自分はこういう人間ですよっていうふうにすると、会社の経営にもいいのかなというふうに思いました。続きましてベテランチさんです。数字的に結果を残しているのはもう最強すぎるというか、もう何も文句が言えない状態でございます。僕がもし年下の後輩だった時に怖いんじゃないかなっていうふうに思ってしまったんですね。一方でやっぱり自信もあります。自分自身に自信があるし、結果を残すっていうところのこだわりも強いので、やっぱり YouTube とかのこのクリエイター気質としてすごく向いてるんですよ。だからこれからもぜひクリエイター気質を持って YouTube でぜひ発信をして。あ、じゃあもう就職を諦めろっていうことですか。いや、しない方がいいよ。そうです、もったいない、もったいないです。絶対しない方がいい。すごくもったいないので。あ、じゃあもう帰ってもいいですか。生活において増えてきているらしいが、どのような自己 PR なのだろうか。自分の魅力を1枚の絵にしていただいて、絵に関して自己 PR を話してください。私が描いてきた絵はこちらです。うまいな。はい、自分のイラストを描いてきました。どういう表情をしてるかというと、こういうポーズをしてると思うんですけど、はい、私の強みは一言で言うと行動力とポジティブさです。具体的には、YouTube チャンネルもそうなんですが、一つのことをやり続けて挫折した時にそれでもやめずに、やり続けることができるということです。就活チャンネルで多くの企業さん、これまで120社ほどの企業さんに、体当たり取材をしてきて、そこで断られることもたくさんあるんですけども、その時にもくじけずにポジティブな気持ちを持って、チャンネルカラーの色のようにポジティブな絵のイメージをモットーに頑張っております。はい、僕が描いてきたイラスト、これなんですけど、イラストって言われて花しか思いつかなくて、普段からシンプルというか割と抽象的なことばっか考えてる感じで、漠然とした花しか描けなかったんですけど、でもこの花ってね、見るだけでいろんな想像をかきたてるというか、花びらをちぎっていけば花占いになりますし、絵の具をビーってこう描いていけばゴッホだのなんだの、芸術的な作品になったりもすると、この花っていうのがしょぼいように見えて、シンプルであることによっていろんな応用を聞くといいますか、僕自身も割とそういう人間というか、あんまり何も考えてないようで発想を転換すれば色が違うものになるよっていうのを日々心がけていってるので、しょぼい花に見えるんですけど、皆さんの見方によってはね、ゴッホだのなんだの見えるかもしれないということで、はい、そんな感じでした。先ほどとは打って変わって旬のイラストに分があったように見えるが、南さんの評価はいかに。旬さんです。おお、これはでもそうだろうなと思いました。旬さんのいいところはですね、準備力、人生全てにおいてなんですけど、やっぱり短い時間でギュッと自分の時間をプレゼンテーションするってことは、事前の準備というのがすごく大事なんですね。そういう意味では旬さん、めちゃめちゃ時間をかけてイラストを描いてきて、準備力という部分はすごく評価ができるなというふうに思いました。改善すべき点はですね、いくつかありまして、はい、全体的にはちょっと抽象的すぎて、抽象的な言葉って1分間聞いても1分後に何も残ってないんですよ。ちょっと具体的なエピソードは一つ何でもいいから欲しかったなっていうふうに、抽象的な話をしたら必ず具体的エピソードとセットにすると記憶に残りやすいかなと思います。その通りだと思います。鈴鹿市ベテランさん、結論から言うと、はい、これ自己 PR なのか立てたっていうふうに思ってしまって、花とこのシンプルさとゴッホの話だけが頭に残って、ベテランさんという存在そのものがどっかにポーンといっちゃったんですよ。ベテランさんでなければいけない理由っていうのがなかった。同じプレゼンテーションを旬もコピーで使えちゃうっていう面で言うと、自己 PR としては正直0点ですございます。なんでどうやって解決すればいいかというと、自分にしか喋れない具体的なエピソードと必ずセットにしてほしかったなっていう、ちょっと準備力という面では×かな。だってさっきそこで書いてたもんね。なんかそのイラストあるよって言われたのが昨日だったので、ちゃんとやれよ。なんかベテランチ呼んどけば面白くなるんじゃないみたいな感じで適当にキャスティングしてるんじゃない。それは否めない。双方1ポイントで最後の対決に移ろうとしたその時、誰？あれ？あれ？誰だ？軍部のお願いします。軍人？ジョブ TV 事業責任者の有原と申します。よろしくお願いします。ジョブ TV の責任者だ。お世話になります。お願いします。よろしくお願いします。ただのうさんじゃなかったです。南さんが唯一のプレゼンをしたと考えた方にまず1ポイント。おお、1ですもんね。はい、ポイント入ります。有原さんが心地いいと感じた方に1000ポイント入ります。おお。有原ゲーやった。就職って有原で決まりな。有原さん、はじめまして。有原さん、おいくつですか、ちなみに。37です。あ、37で事業責任者っていうね、結構もう出世もされてて、で何より僕がパッと見ですごいなと感じたところがあるんですけど、ジョブ TV って書いてある T シャツを着てるという、今日も動画に出演するのに合わせて、はい、もうジョブ TV を宣伝するぞっていうこの強さ、お世辞にもかっこいいとは言えない T シャツなんですけど、宣伝するんだっていうこの社に対する忠誠心といいますか、はい、それ素晴らしいなと思いました。さらにですね、その T シャツなんですけど、サイズがでかいんですね、これ。普通だったら会社の T シャツってやっぱそんな何サイズも作れないと思うんですけど、有原さんやっぱり自分のお体が大きいっていうこともあるのか、いっぱいサイズを用意して今日は自分に合ったサイズのを着てこられたっていう、この準備の良さ感心しております。まず見てください、可愛いベビーフェイス。有原さんのやっぱ人柄の良さがやっぱすごく伝わるなと思ってます。このにっこり笑った時の可愛げのある表情と、ついていきたいと思うパパのような包容力がすごく感じますね。小麦色に焼けた肌といいますか、海とかサーフィンとかするのかなって思ったりもしてます。で有原さんのその良さとしては、表情をあまり変えないっていうところで、やはりビジネスにおいても厳しい場面とか大変な場面でも胆力を持って人をまとめるっていう力が有原さんにはあるのかなと思っています。以上になります。これ難しいですね。あ、いや僕は簡単でしたけど、難しいっていうのは褒めるとこないからじゃないですか。無理して褒めてたって10分でもできたけどな。かなり難易度の高い自己 PR を終えた2人だが、審査員みなみの判定はです。ベテランさんから話をしていきます。最大のいいところは、最初会話から入ったところなんです。面接ってどうしても学生が面接官に対して、あれも伝えたい、これも伝えたい、あれも聞いてくれ、これも聞いてくれって言って、一方通行のことが多いんですけど、ベテランさんはまず最初に相手のことを理解しようとする質問から入ったんですね。相手を褒める上では、相手のことを知らないといけないんですね。知らなくても知ろうとする姿勢っていうのがすごく大事なんですね。ただ改善する面がありまして、 T シャツはかっこいいです。本当っすか？今日着て帰れますもん。帰れます。明日からこれって言われていいですか？仕事やから嘘ついてません。かっこいいです。それがビジネス。それが社会のやり方。シュンさんのいいところは、両面含むところで、両面何かっていうと、プライベートの部分もビジネス面も両方とも触れて、両方の側面から褒めようとするっていう、この切り口の部分がすごくいいなと感じました。言われて嫌な気持ちがする単語っていうのはなかったので、いい言葉チョイスだったかなと思います。解説的点は、サーフィンの下りとか日焼けの下りのところで、そこ会話するべきだったかなと思って、これなんで日焼けしてるんですかっていうふうに聞いてみたらよかったなと。いや本当にサーフィンをして、ああすごい、ああいうふうにこうサーフィンっていうのを当ててたなと。審査員有原さんの判断に移る前に、 MC のりなさんのお気に入り PR はどちらだったのか。私的にはベテランチーム。おっしゃ。なんでシュンさんよりちょっとどうなんか忘れちゃいました。おい俺適当やったんだよ。なんとなくベテラン。あ、もう負けてもいいかも。有原のせいよりりなの印象の方が嬉しい。確かにゼロポイントです。ありがとうございます。見事0点を獲得したベテランチだが、1000点を持つ有原さんの心に響いたのはどちらなのか。では僕が心地いいと感じた方はベテラン。なんでかっていうとですね、事業責任者としてはやっぱりサービスをこう宣伝していきたい。なるほど。なるほど。それがベテランさんはまさにこの触れてほしくて、こう今日のために作ってきたんですけど。そこに触れていただいたので、もうこちらかなっていうところで選ばせていただきました。嗅覚がね、働いてるから、気づいたら触れてました。確かに相手の立場に立てたってことですね。そうですね、そういうことですね。でもかっこいいですね。いやいや、ジャケットの下に今日からじゃ着ます。よろしくお願いします。ぜひ来てください。あ、ちなみに有原さんがその書かれている JobTV の簡単な概要説明をお願いしてもいいですか。はい、JobTV は動画就活をスピーディーにサポートするようなサービスになってまして、大きく特徴が2つあります。1つ目が就活版 Netflix のようなイメージで、企業の説明が動画で見れるようになっております。なのでYouTube だったり、そういったものを見るような感覚で、いつでもどこでも企業研究ができるというのが1つ目です。で、2つ目が、気になった企業があれば動画でエントリーができるというものになります。ES だったりを一社一社書かなくとも、1つ自己 PR 動画があれば、いろんな企業に一瞬でエントリーができるというのがもう1つの特徴になります。ありがとうございました。では失礼いたします。仕事が終わったらお疲れ様です。あ、あれだした。それ着替えて帰った方がいいです。ということで、今回の対決はシュンさん2ポイント、ベテランチさん1001ポイントということで、ベテランチさんの勝利です。やったー。おー、ありがとうございます。今回僕1001ポイントで優勝したんですけど、なんか商品みたいなのってあったりするんですか？特にないです。なんじゃそれは。